サー・ピーター・クック、RA は、イングランドの建築家、大学講師、建築専門の作家で、アーキグラムの創設者である。クックは2007年に建築と教育に関する、検診により、エリザベス一世によって、ナイトに助せられた。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ会員であり、フランス共和国芸術文化勲章受勲者でもある。アーキグラムはその功績により、2002年に、 王立英国建築家協会から RIBA ゴールドメダルを受けている。クックはエセックスのサウスエンドイコールオンシー出身で1953年から1958年までボーンマスカレッジオブアートで建築を学んだ。その後ロンドンの AA スクールに入って建築を学び1960年に卒業した。クックはロンドンにあるインスティチュート・オブ・コンテンポラリー。 アーツとユニバーシティカレッジロンドンのバートレット、建築学院のディレクターを歴任し、ロンドンのアートネットのディレクターとベネツィアビエンナーレのイギリスパビリオンのキュレーターも務めている。ロンドンのロイヤルカレッジオブアートの上級フェローでもあり、ロイヤルアカデミーオブアーツ、ユニバーシティコレッジロンドン、ドイツのフランクフルトにある、シュテーデル美術大学などで教弁をとっている。 オーストリアのグラーツでコリンフォーニアと共作した芸術施設クンストハウスグラーツは一般大衆から注目を浴びた。2013年にクックは自分のスタジオであるクラブと共にウィーンでウィーン経済大学の新しい法学部の建物とオーストラリアで一番新しい建築学校であるゴールドコーストのボンド大学アビディアン建築学院の建物を作った。クックは大阪 名古屋、ベルリン、マドリードなどにも建物を建てている。クラブでは、ギャビン・ロボサムと共同し、イスラエルの建築家、ヤエル・レーズナーと結婚している。クックは2007年、エリザベス女王の誕生日に建築への功績を認められ、ナイトに助任された。クンストハウス・グラーツ。ありがとうございます。